梅干しじわってしんどさの表れなんです。鼻呼吸が習慣化されるとおのずと良くなっていく。こんにちは、はよわチャンネルです。梅干しじわっていうこの顎先のここのシワ、なかなか取れないし気になってしまいますよね。これってなぜできるかというと、口呼吸の人がポカーンと口をこう開いてる、それを一生懸命締めようと頑張っている時にできるシワなんです。梅干しじわってしんどさの表れなんです。ということは、そうです、口呼吸を鼻呼吸にすると筋肉の緊張が和らいで、鼻呼吸が習慣化されるとおのずとここ良くなっていくっていうわけなんです。それにはこのハヨガ、舌ワイパー、ごっくん舌キープ、習慣化していきましょう。舌ワイパーとごっくん舌キープは別の体操なんですけども、一緒に行ってください。姿勢を良くして後ろ手でこう手組みます。こう胸を開くことが大事です。でお口を閉じて、こう舌を上唇の唇と歯の間に差し込んで、6歳臼歯から前通って反対の6歳臼歯までゆっくりワイパーのようになぞるように動かします。でちょっとこう押し出す感じで、右から左、左から右、どっちからでもいいですよ。これで往復を1回で5から10回繰り返します。やりますね。すぐ出てきた唾をごっくんって飲みます。するとこうふんわり上顎に舌がつくような状態になりますので、その位置で60秒キープしてください。キープいきますね。20秒、まだまだちょっと頑張ってくださいよ。30秒、半分いきました。ずっとまだ下キープしておいてくださいよ。40秒、もうちょっとです、頑張ってください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、60秒経ちました。キープできましたか？舌ワイパーごっくん舌キープは、舌が正しい舌の位置に自然になって、でこう上顎に舌がくっつくことで鼻呼吸を促します。鼻呼吸ってすごく大切で、ウイルスをシャットアウトして免疫力をアップさせたり、肺の機能が良くなったりとか、すごいいろんないいことがあります。とっても簡単にできますし、鼻呼吸ってめっちゃいっぱいいいことがあるので、ぜひやってくださいね。もちろんこの梅干しじわも改善に向かいます。このチャンネルではだいたい1日に5分ぐらい、どこでもどなたでもできる簡単でこう習慣的に行えるハヨガというマッサージと体操を紹介しています。ぜひチャンネル登録していただいて、こう動画を見ながらやってみてください。毎日こう習慣的に一緒に健康になりましょう。